足立康君、日本維新の会の足立康氏でございます。この国会ですね、まだまだ盛りかけスパ続いているようであります。本当に野党の皆さんも何て言いますかね、先ほど玉木雄一郎、希望の党代表がですね、労働生産性の議論をされてました。まず自らの労働生産性をね、しっかり議論していただいて、しっかりこの予算委員会時間を使うのであれば、あ、今日はあれですね、玉木さんはさすがに選考の問題もあって、これスキャンダル追及は今日は控えたようでありますが、しっかりね、労働生産性の高い、予算委員会にしてまいりたい、こう思います。これ高いですね。それから玉木さん申し上げましたが、先ほど江田健二さん偉そうですね。だいたい質問されるときは必ず自らが官邸で総理秘書官をされていた時代のことをおっしゃってますが、基本的には経産省に対する温室、これが背景にあるとこう思います。経産省といえばね、経産省といえば茂木大臣が、これ質問、可能であればですが、私ね、この選考の問題、問題あると思いますよ、あると思いますが、おっしゃったように、これ政党支部です。政党支部で自ら、あるいは自らの後援会と、それから政党支部、これ違いますね、違います。で茂木大臣の場合は政党支部だと。でただね、この政党支部と後援会の問題は、山尾志織議員のことを思い出してください。政党、後援会でやってたんですよ。それも選考じゃないですよ、強化公電ね、強化公電を持っていてた。でみんなに追及されて、彼女どう言いましたか。いや、これは後援会でやってたと言いましたけども、政党支部の間違いでしたって言われるんですよ。ひどい話ですよね。そういうことを言っている人間がいる立憲民主党が政府を追及するって、私はナンセンスだと思いますが、我が党は政党支部と後援会のこの線引き、これやっぱり問題あると思います。例えば企業団体献金は我が党は禁止しますよ。なぜか、それはだってそうですよ、後援会でもらったらいけないものを政党支部でみんなもらってるんでしょ。そういうことが今の国会議員、国政には横行しているというか、そういう制度になっているわけですが、我々、維新の会はですね、それはあかんということで、維新の会は、だから言ってるでしょ、政党支部と後援会の関係ですよ、これについては、私は例えばですね、選挙区支部長を兼ねている政党支部の代表、これについては、例えばみなし規定を入れてね、もう禁止をすると、こういうふうにすれば、茂木大臣がいろいろご苦労されることもないと思いますが、いかがですか、ちょっとそういう制度改正、ちょっと茂木大臣。まず事実関係から申し上げますとですね、政党支部の活動として行ったものであります。そして何度かですね、野党の皆さんからご質問いただいておりますが、先ほどもご答弁申し上げたようにですね、今立憲民主党であったり、いろんな党、昨年の選挙でですね、新しくなられましたが、その前の、民進党におかれては当時の民進党の幹部の方がですね、確かに後援会でそういった活動をしていたと、それに対して違法性が問われるということでですね、いや、これは政党支部の間違いでしたと、修正をいたします、政党支部である、合法であると、こういうふうにおっしゃったわけですね。私はその解釈については総務省の方に伺いたいと思いますが、まさにそういった主張と、そこで私が申し上げていることは、そんなにそこがないことで、逆に後援会から政党支部の方に来られたと、それで政党支部で活動した私に対してどうなんだということに対してはですね、若干疑問なところは持っております。その上で、公選法の解釈については、所管の省庁にお聞きいただければと、またその運用の在り方、等々、ルール等々につきましては、国会においてご議論いただくことだと、このように考えております。足立康君。それで盛りかけスパですけどね、若干の時間使って片付けたいと思いますが、まずね、この今、パネル出しました、
皆さん、国会の野党の皆さんが一生懸命追及しているこの森友学園、これ道路一本挟んで隣に野田中央公園ってありますね。こっちにも疑惑あるんですよ。なんで追及しないんですか。で、彼らがこちらを追及しない理由はね、これ二つあると思いますよ。一つはこれね、辻元さんが関係してるからですよ。辻元さんが国交省の副大臣の時にね、補助金を配ってゼロ円にした、もっとひどい話ですよ。で、辻元さんあれでしょ、なんか籠池夫人の携帯メールにも名前が出てきてるけど、これマスコミに対してこれをなんで立つんですか。これをね、マスコミに対してこれを報じるなというふうに圧力をかけた人ですよ。だから私はね、こういうバランスの悪いのは本当問題だと思います。でね、私がなぜこの続けていいですね、このなぜ野田中央公園が問題かっていうとね、これ見てください、この数字、この数字のね、3つ枠がありますが、3つ枠がありますがね、2009年の4月にこれ予算要望します。予算要望ですからなめなめの数字です。例えばこの 0.95、 これ本当にね、まあ地価がちょっとだけ落ちてきてるから、まあちょっとだけ引きましたということで 0.95 でなめてます。豊中市に聞いてもこの 0.95 の根拠はバックデータありません。ちょっと目障りだからどいていただけませんか、ちょっと。それでね、2010年の2月の、いやだって私今質問してるんですよ。どうしたらいいんですか。じゃあ予算委員会の理事が議事の運営をどうしたらいいんですか。続けますよ。あのね、その下に結論としてね、14億2386万円ね、こういう数字が予算要望の時になめなめで出てます。ところが辻元副大臣の時に出てきた実際の不動産鑑定士の数字見てください。その結論、14億2386万3000円ですよ。この同じ数字が実際の予算要望で出てきてます。いや、それはいいんです、別に。そういうこともあるでしょ。でもね、その左のね、それを弾いた数字見てください。上の方の予算要望のところでは単価かける0.95、この単価の数字がぐんと上がってます。ところが掛け算のこの 0.839 でしょ、要すれば違う数字を、単価も変わってる、それから補正率も変わってる、でもかけると3000円しか違わないんですよ。おかしくないですか。これやってたの辻元副大臣ですよ。で、なぜ野党これ追及しないか、僕は、いや、いいですよ、だから次やったらいいじゃないですか、追及ね。で、それやってほしいと思う。それからもう一つ、金財が同じ土地を、野田中央公園の土地を金財が9億円と弾きました。これ相密を、見積もり合わせをしてますから、金財は金財で不動産鑑定をして、させてます。豊中市は豊中市で不動産鑑定をさせてます。ところが豊中市がさせた不動産鑑定士は地中ごみをカウントしてません。マイナス 0% です。それに対して高圧線もマイナス 2% です。金材は地中ごみ 6%、 高圧線で2割減価してるんですよ。これがこの世界、この世界ってどの世界かまあ分かりませんが、少なくともこの2つは共通というか、どっちもどっちですよ。それでね、昨日かな、先週の金曜日、どなたかが森友学園で起こったこと、これをこう確率をカウントすると何、1億か1兆か忘れましたけど、すごい確率で1兆分の1だっけとか言ってましたよね。これはね、もっとですよ、1000兆分の1ぐらいですよ、この確率は。そういうことが起こってる。それでね、私は一つ、国交大臣、恐縮ですが、国交大臣に通告してない？いや、要はね、こう、事務方でいいですよ、事務方で。事務方でいいですよ。不動産鑑定って大体こんなもんですか？国土交通省土地建設産業局長、田村はかる君。お答えいたします。不動産鑑定評価とは、その不動産の最有効使用、最も有効な使い方というものを前提において、その経済価値を判定し、価格に表示をするということでございます。この場合、どのような使用を最有効とするか、
例えばその土地に中高層の建築物を建てるのがいいのかとか、低層のものがいいのかということのさまざまな使用形態につきましては、鑑定士によって判断が異なっていくことがあり、その結果として評価額に違いが生ずる場合もございます。このように鑑定評価は一定の幅を持って理解されるべきものと考えております。荒田千康君、会計検査院長をお越しいただいているかと思います。こういう国有地の払い下げが適切な価格で行われているか、森友だけじゃありません。全国的にそういうのを網羅的に調査したことはありますか。会計検査院川戸委員長。会計検査院は国の会計検査について正確性、合規性、経済性、効率性、有効性等の多角的な観点から常時検査を行っております。国有地等の国有財産の検査におきましては、会計検査院では主として国有財産のうち国が行政上の目的のために所有している庁舎、道路、河川などの行政財産につきまして、行政目的に沿って有効に活用されているか、その管理が適切かなどに着眼して検査を行ってきており、全国的に検査を行ったものとしては、河川改修事業において整備した堤防等の効果が十分発現していない事態を指摘したものがなどがございます。一方、行政財産以外の財産である普通財産につきましては、民間が保有している土地等と同様に契約による処分が可能でございますので、毎年経常的に行っている各財務局の会計実地検査等におきまして、売却や貸付といった個別の会計経営について主として入札契約の事務は適正か、予定価格は適切に算定されているかなどに着眼して検査を行っております。以上、荒田千康君。とにかくね、私一回検査した方がいいと思うね、これ。全国ね、会計検査も忙しいと思いますが、一回こういうね、この2つだけじゃないと思いますよ。だからぜひ一度検査をしていただく、これを要望というか、これ議会で議決しないかのかもしれませんが、個人的には要望しておきたいと思います。それからもう一つスパコンですね。スパコン、これも疑獄事件ではないと思いますが、結局検査が不十分であったということであります。瀬古大臣、これ結局ね、審査委員が名前が匿名になってるとか、そういうの全部聞いてます。だからそれなりに審査はちゃんとされてると私は思ってるんですが、なんか検査に行くときにこれから行くよと言いますよね。だから彼らは今回準備をして偽の名刺を作って偽のウエハを見せてやったんだと側聞してますが、抜き打ちをやった、もっとやった方がいいと思うんですよ。過去これまで、もう一言です。過去抜き打ち検査って何件やったことありますか。世耕経済産業大臣。審査と検査は分けておかなきゃいけないと思う。審査はいわゆるこの、企画書とか計画書をですね、学者の先生がチェックをする。検査はまさにお金が適正に使われているか、これ平成26年以降ですね、抜き打ち検査という、仕組みを入れましたけれども、これまで3回、実施をしてですね、不正な、経理処理の、是正などを、行ってきたわけであります。確かに3回というのは少ないという実感がありますので、抜き打ち検査については、今回の事案も受けてですね、どういう頻度でやるのがいいか、少し改善の余地があるのではないかというふうに思っています。要するに少ないので増やしていくというご答弁ですね。確認です。世耕経済産業大臣。今回いろんな捜査で全容が、分からなければ分からないことというのはたくさんあるわけですけれども、少なくとも3回というのは少ないと思いますので、増やす方向で検討していきたいと思っております。荒地君。ですね、今申し上げた森友とこのスパコン、私はこれを国会でいろいろこうやることに若干違和感を持ってるんですね。今ちょっとパネルを出していただきますが、これもうだいぶ古い話でありますが、ロッキードの時ですね。私は森かきスパなんていうのはロッキードに比べたら子供みたいなもんだと思いますが、赤ちゃんぐらいだと思いますが、当時の稲葉法務大臣が国勢調査権と犯罪捜査権の関係についておっしゃっています。私は今野党ですからあまり気にしないんですが、自分が将来与党になり政府に入る時のことを考えるとね、捜査中のものはあんまり国会でやってほしくないですね。そう私は思います。これ法務大臣、こういうその国勢調査権と犯罪捜査権のこのせめぎ合い、これどういうふうにお考えですか。上川法務大臣。
ただいま委員ご指摘いただきました答弁ということでございますが、その当時の答弁ということでございますが、その趣旨につきましては正確に把握ができているかにつきまして、まあ、分かりかねるところもございますが、一般論として申し上げれば、捜査公判中の事案に関する国政調査権の行使につきましては、個人の名誉、プライバシーの保護の観点や、今後の捜査公判への影響なども考慮しつつ、国会においてご判断されてきたものと認識しております。原地君、まあ、これは稲葉、当時の稲葉大臣が、まあ、あんまり国会でやれると邪魔なんだよなと、というか捜査の障害になると、じゃあ私は当然だと思いますよ。でもしですよ、少なくとも森かけスパのうち森友学園とスパコン疑惑についてはもうすでに捜査は入ってるわけですよ。だから私は警察あるいは主職の手にも委ねているわけだから、一旦任しておいたらいいと思うんですよ。で、彼らに任すことが、なんて言いますかね、信頼ができないという国会議員は、じゃあ制度を見直した方がいいですよ。警察の制度を見直したらいいんじゃないですか。国会がやるべきことは制度の見直し、それをね、捜査が、主職がもうやっているものに国会で手を出すというのはね、やっぱ不見識だと思います。で、私はね、今日もう一つだけやりたいのは、一方で家計学園の問題だけはまだ主職の手が入ってません。いや、入る必要がないんだと思いますが、入ってませんよ、ね、ただ野党がね、またなんで今日石破さんいらっしゃる、いらっしゃらない、いらっしゃらない、あれ予算委員ですよね、あ、交代されちゃった、ちょっと残念でありますが、皆さんね、私は家計学園の問題、これ家計学園あるいは安倍総理、あまり問題あるようには感じてません。私は国際戦略特区の仕組みもよく承知してますが、まあ、例えば議長をね、降りた方が良かったんじゃないかとかいう指摘は一定の理があると思いますが、むしろ家計学園の問題の本丸は石破さんですよ。石破さん、これ見てくださいよ皆さん、獣医師会の会議報告に公開、全部公開されてる資料ですよ。日本獣医師政治連盟の北村直人委員長は6月22日、すなわち石破4条件が設定される直前でありますが、私は石破大臣と接触し、一つの大きな壁を作っていただいていると、お願いをして壁を作っていただいていると書いているわけです。で、6月30日に石破4条件が閣議決定をされた後の全国獣医師会の会議において、同じく北村委員長が石破担当大臣と相談した結果、最終的に既存の大学学部で対応困難な場合という文言を入れていただきました。つまり新しい学部の設置はできないということが戦略に書いてあるのである。で、また2ヶ月後の9月10日昨日、この北村委員長が獣医師会の会長とともに石破大臣と2時間議論、意見交換をしたけども、現実的には参入は困難という文言にしておいたからなというふうに石破さんがおっしゃったと。これ疑惑じゃないですか、疑惑。いや、でね、別に私は捜査機関じゃありませんから、これについて白黒と言うつもりはありませんが、実際に石破さんはこれ献金もらってます。まあ、請託、要は事実認定って非常に難しいんで、何が請託で何が職務権限かっていうことは大変難しいテーマですが、ここに書いてあるものを見てね、なぜ野党が石破さんを追及しないのかさっぱり分かんないですね。むしろ玉木雄一郎さんはこれに乗っかって散々石破4条件を取り上げて安倍総理の問題を追及したわけですね。もうグブなんじゃないですか、これ。だから石破茂元地方創生大臣はね、自民党の顔してますけど、野党とグブかもしれません、ね、私はそれぐらいね、いや、だっておかしいじゃないですか、なぜ、なんで立つの、なぜ、いや、だからね、皆さんね、なぜ皆さんが、総理は追及するけど、
当時の大臣である石破さんをなぜ追及しないのか、私は国会議員としてわからないので、ぜひね、これはこれから野党に、まあ私はやりませんが、やっていただくようお願いをしておきたいと思います。さて、この盛りかけスパは以上です。いいですね。なんかもっとやってほしいですか。いいんですか、石破さんのことも。じゃあやりますよ。それではね、次にね、時間の関係でいけますね、外交、この国会で一番大事なのは憲法です、ね、私は憲法審査会の委員として憲法改正に、党としても私も頑張って取り組んできたつもりであります。ちょっと本当、ちょっと座っていただけませんか。いいですか。あなたに言われることじゃないよ。え、言っちゃいけない。委員会の理事なんですからね、はい、いやでも目障りですよね。はい、ね、憲法9条、私は憲法9条の憲法9条に関するさまざまな議論が今各所で出てきてますから、これを若干の整理をしておきたいと思います。与党1、与党2、与党3っていうのはですね、名前を書くとそうじゃないとか言ってこれ消されてしまうんで、番号にしてありますが、まあ端的に言うと石破さん、石破議員がおっしゃってるようなものを象徴とする、代表とする二項削除論が与党1です、ね、それから青山茂春参議院議員がに代表されるような自衛権明記論が与党2です、それから総理総裁として安倍総裁がおっしゃってきていることが与党3、私はそう思っています。維新の会、日本維新の会が申し上げているのが、この自衛隊明記ってはまだ議論してませんが、米軍と防護事態というものを平和安全法制の国会で提示をさせていただきました。それから、まあ、野党の多くの方は、特にこれは山尾さんが雇っている弁護士の方がおっしゃっているのが、個別的自衛権というのを憲法に明記しろと言っています。これね、まず総理、このね、個別的自衛権なんですけど、個別的自衛権と憲法に書くと、おそらく平和安全法制は廃止か改正を余儀なくされます。日米同盟に影響はありませんか。安倍内閣総理大臣。例えばですね、公海上で弾道ミサイル低下に当たっている米国艦船の防護や、邦人を輸送している米国艦船の防護のケースはいずれも我が国に対する武力攻撃が発生しておらず、個別的自衛権により対応することはできないわけでありまして、また本来、集団的自衛権を援用しなければならない場合に、個別的自衛権を拡大解釈して対応することは国際法上認められないと思っておりまして、平和安全法制により日本を守るために日米あらゆる事態に対応したいし、切れ目なく互いに助け合うことが可能となったわけでありまして、助け合うことのできる同盟はその絆を強くすると、こう考えております。今や我が国の取り巻く安全保障環境は戦後最も厳しいと言っても過言ではないわけでありまして、平和安全法制がなければ米国との信頼関係に大きな影響があるのみならず、この緊迫する北朝鮮情勢にしっかりと対応することはできないというふうに考えております。足立君。ではね、もう一つちょっとこれ外務大臣ね、通告している質問とはちょっと別に、可能であればもし難しければ通告してませんからあれですが、この表のね、上側にありますこの石破さんやさんじゃない石破議員や、ね、青山参議院議員が主張されているような二項削除あるいは自衛権の明記、まあ、先日書きぶりによっては、フルスペックの集団的自衛権と取られるかもしれないねというご答弁が総理からもあった件です。これらは書きぶりによっては日本国憲法の大原則3つの柱の1つである平和主義に抵触する
可能性があると私は思いますが、いかがですか。加藤、河野外務大臣。外務省で検討しているわけではございませんので、即座に答えることはできません。足立君。通告ね、しておけばよかったと思いますが、ちょっと私も忙しいんですいません。通告しているのはですね、その中でこの青いところ、安倍政権の存立危機事態、今先ほど総理からご答弁があった。一方で日本維新の会は米軍等防護事態、こういう対案を出して否決をされていますが、実際に維新の法律だとね、未来永劫じゃないですよ、当面の日米同盟のオペレーションに支障をきたすかどうか、ご答弁お願いできますか。小野寺防衛大臣。政府としましては、平和安全法制がベストのものと考えておりますが、さまざまなご議論があるということは大変意義があるということだと思っております。その中で今委員の方から、あったことについて、私ども防衛当局から、考えていく中で、特に平和安全法制の審議の際に次のような議論がなされたと思っています。我が国近隣で、武力攻撃が発生し、米国船舶が公海上で武力攻撃を受けている、攻撃国の言動から我が国にも武力攻撃が行われかねない、このような状況では取り残されている多数の在留邦人を我が国に輸送することが急務となる、そのような中で在留邦人を乗せた米国船舶が武力攻撃を受ける明白な危険がある場合は、状況を総合的に判断して存立危機事態に当たりうると政府として説明をしております。この事例のように我が国に対する武力攻撃が予測される段階にとどまっている段階においては、当時の維新の案では米国の船舶を守ることができないのではないかという議論があったと承知をしております。いずれにしてもこの問題についてはさまざまな議論があることは大変ありがたいことだと思っております。足立君。自民党の存立危機事態の概念はまさに政権とそれから外務防衛の防衛省の皆様が本当に、夜を徹してですね、日本を守るために考えていただいた提案だと思っています。で、敬意も表しています。ただどちらかというと、高村副総裁が時折おっしゃっていたように、想定できる範囲内で、日米同盟が考えることは大体この法律でカバーできると、こういうところで今日本の安全を守ろうとされていると思いますが、私たちのものはむしろもうちょっと当面具体的な案件として想定できることであれば、これでいけるんではないかと、こういう議論をしていますが、いずれにせよこの平和安全法制に対する不安感、これがあってね、野党の言い方も問題あると思いますが、9条改正、憲法改正についてのさまざまな懸念、これが出ているわけでありますから、私はこの自民党の存立危機事態の概念、今さらっと防衛大臣ご答弁されましたが、我が党の米軍等防護事態の概念、こういったものも改めてね、9条の改正の発議に先立って、並行して、他の野党のような暴れたりしませんから。でかつね、やっぱりこの議論は機微な話多いと思います。少なくとも共産党がいるところで話ができるテーマではないと思います。ぜひこれ党の話ですが、党対党でね、しっかりと憲法改正の議論に並行して、この平和安全法制の概念についても、議論を自民党と維新の会、自公と維新の会でしっかり議論していく、そして憲法改正9条の改正に臨んでいく、これが大事だと思います。総理、一言お願いします。安倍内閣総理大臣。平和安全法制の審議にあたってはですね、当時の維新の党の皆さんには危機感を共有していただいて、具体的な対案も出していただいたわけなんです。残念ながら合意には至りませんでしたが、責任感ある、誠実な対応に改めて敬意を表したいと思います。他方で、今国会においては未だ法案は提出されていないものと承知をしておりまして、御党のお考えを十分に理解しないまま、政府として御党のご提案を批評することは適切でないと考えております。政府としては平和安全法制がベストのものと考えておりますが、
安全保障をめぐる状況は一層厳しさを増しており、政党間で将来に向けた政策論争を行うことは大変意義のあることであると、このように考えています。伊達君。ありがとうございます。いずれにせよ憲法改正が、安倍政権の最重要テーマの一つと承知をしてますので、我々もですね、我々の立場からしっかり論戦を挑みながら、国民のためになる、日本のためになる憲法改正の議論、論戦を戦わせていく所存で、ございます。憲法改正のもう一つのテーマが教育無償化で、ございます。これはどっかで野党の方も出されたかもしれませんが、よくね、維新以外の野党の方が、無償化の前に全入化だとかね、待機児童解消もできないで無償化とは何事かというようなことをおっしゃいますが、私は無償化に先立って、あるいは並行して全入化を図るのは私は当然だと思いますよ。だからこそ政府も32万人という数字でまた前倒しをしてこういう計画を出されているんだと承知をしてますから、安倍政権、もともと我々が言い出しっぺですから、日本維新の会が、当時橋本代表率いる日本維新の会が、教育無償化こそ時代に日本を引き継いでいく、引き渡していくにあたってですね、最重要の、また国力を高めていく上で最重要のテーマだということで、提案をしてきたテーマでありますが、ちょっと一つ懸念をしているのはですね、この32万人無償化の、影響、これいろんなね、就業率、女性の就業率とかでずっとこう計算してるんです、推計してるんです。そもそも無償化の影響は入ってないんじゃないですか。加藤厚生労働大臣。今、幼児教育無償化のこの待機児解消に対するですね、影響というお話がございました。今回の幼児教育の無償化は基本的に3歳から5歳を対象にしているわけでありまして、もうすでにその9割以上を認可施設、幼稚園、保育園、あるいは認可子ども園ですね、こういったことを利用しているわけでありますので、無償化しても待機児童への影響はそう大きくないんではないかというふうに判断をしております。それから0歳児から2歳児については、これは待機児童の問題ありますから、これにしっかりと対応していくことは非常に大事なことでありますけれども、ただ無償化については住民税非課税世帯に限定をしているところでございますので、そういったところを考えますと、トータルとしてその無償化そのものがですね、この待機児童に大きく影響するというふうには考えてないということであります。足立君。今のご答弁は、無償化をしても、この32万人はちょっともう一回大臣ね、一言で、いや国民分かりに、国民の皆様に分かっていただく必要があるんで、一言でもう一回繰り返し同じご答弁でいいんですが、一言で言うと、この32万人の推計に無償化の影響はカウントしてない。ただ大臣からおっしゃったのは、そもそも影響は小さいからカウントしてないんだと、こういうことですね。加藤厚労大臣。子育て安心プランを作成した時点においてはですね、まだ無償化の議論ここまで出てきてなかったというふうに承知をしておりますけれども、それで今女性の就業率がどう上がっていくのか、あるいはそうした中で利用がどう進むのか、そうしたことを前提に32万という数字を出したわけであります。でその後、無償化を進めていくということでありますけれども、ただ先ほど申し上げたように、無償化そのもの3歳から5歳、あるいは0歳から2歳、そうした状況がございますので、無償化の影響、無償化自体の影響が待機児童解消にですね、そう大きく影響するものではないと、こうに考えています。今のご答弁でも、カウントしてない、そもそも無償化の議論をする前に作った数字だと、こういうことです。大臣が影響は小さいとおっしゃるんだけど、それ国民分かりません。ぜひ小さくてもいいんで、再度無償化の影響、だって無償化するんでしょ、無償化の影響を加味した待機児童解消の目標、数字同じでもいいですよ、再度精査をしていただくことはできませんか。加藤厚労大臣。
先ほど申し上げましたように、それほど大きな影響はないだろうというふうに推測は、というふうに判断をしているわけでありますけれども、まあ、いずれにしても実際受け皿を整備していくにはですね、主体である市町村がそれぞれ必要なニーズ、潜在ニーズ、あるいは待機児童の状況、まあ、これをもって受け皿整備をしていくわけでありますし、またそうした状況把握というものをしっかりやってほしいということも先般申し上げ、そして私どもとしてはそうした市町村の取り組みに対しては国としてしっかり支援をしていくということでございます。したがって今の段階で改めて待機児童解消プランを見直すという考えはございません。足立君、まあ、非常にせっかくこう大きな仕事をするという時にね、多少労を惜しまずやっていただいた方がいいと思いますが、私はね、今大臣がおっしゃった通りですよ。自治体が全部実態分かってるんです。だから厚労省も関係省庁も自治体に改めて調査をかけてるんです、ずっとね。だから私たち維新の会は憲法改正に教育無償を書くべきだということでずっと打ち出してますが、決して今のように、今安倍政権がやられているように国がすべてお金も、まあ、お金も結局交付税で裏もやるわけですから、お金も数字も国が弾くっていうのは私はそもそも無理があると思ってるんです。むしろ憲法で地方公共団体に無償化と全入化の両方を、全入化って言っても希望者ですよ、希望者については、無償化に、全入かつ無償化にするということを義務付ければ、財源を生み出すために地方公共団体の無駄、行財政改革も進むし、いろんな総理が先ほどおっしゃったように、この教育無償化は経済への刺激にもなるし、もういいことづくめですよ。だから私は、やはり私たちが提案した通り、憲法において地方公共団体に義務付ける。まあ、法律でもいいですよ、でも憲法に無償化と書く、そういう当初我々が考えた通りのことをやっていただければ、今みたいに国はいくらだと数字を推計してるんだという質問は国会でやる必要がなくなります。ぜひお願いをいたしたいと思います。次に大学の改革であります。14ですね。これ安倍政権が人づくり改革で出してこられた無償化の対象大学の要件です。いや、びっくりしましたね。大学に線引きするんですね、初めて。この線引きに入る大学は無償にする、この線引きに入らない大学は無償にしない。で、無償にしないということは、その生徒さん、学生さんがその大学を出ても人生にプラスにならないってことですよ。そうでしょ、ねえ麻生大臣。だからなんでこういう大学を早く潰した方がいいんじゃないですか。だってここに書いてあるのは、そもそもね、法令にのっとってないとかね、成績を管理してないとかね、内部で内輪でやってるとかね、実務が分かってないよ、分からん先生だけだとかね、大体こんな大学が日本にうじゃうじゃあることの方が問題じゃないですか。なぜ無償化の議論をするまでこんなものをほったらかしにしてたんですか。林文部科学大臣。昨年末に新しい経済政策パッケージというのを取りまとめましたが、これは所得が低い家庭の子どもたちや真に必要な子どもたちに限って高等教育の無償化を実現するということで、授業料の減免措置の拡充と合わせてですね、給付型奨学金の支給額を大幅に増やすということにいたしましたので、今回の支援措置はですね、大学での勉学が就職に結びつくということによって格差の固定化を防いで、支援を受けた子どもたちが大学でしっかりと学んだ上で社会で自立し活躍できるようになることを目的としておるわけでございまして、支援の対象となる大学についてはその目的に鑑みですね、実務経験を要する教員や外部理事の登用など一定の要件を満たすことが必要であると、こういうふうに考えております。一方、大学は就職することだけがですね、まあ、目的でない部分もあると思いますが、こちらの方もですね、やはり大学改革というのは待ったなしの課題だと思っておりまして、昨年、中教審の方で我が国の高等教育の将来構想についてはすでに諮問をしておりましてですね、しっかりとこの質保障していくための改革はそれで進めていきたいと思っております。足立君。
まあ、ここに書いてある基準はまあそれ以前の問題が多いと思いますので、私はまあこれを機にね、大学改革アクセルを踏んでいただきたいと思います。それではまあ、最後になるかもしれませんが、議員年金ですね、今日ですね、これも希望の党の玉木雄一郎議員が国民年金の話をされました。でも希望の党は地方議員年金賛成なの？青井さん、あ、希望じゃないよ、よく分かんないですよ、みんな分かんないですよね。ちょっと名札をつけといてもらった方がいいんじゃないですか。名札じゃない、透明の札をね。議員年金は僕らの主張、ごめんごめん、失礼、関係ないか、僕に怒ってるんじゃないのか。地方議員年金について我々がいかがなものかと言ってるのは、国民年金、先ほど総理もおっしゃった国民年金で老後全部、まあ、生活安心してできるわけでもないというような、もともと国民年金の、まあ、出自というかね、制度ができてきた経緯もありますから、それはなかなかそうは言えないんだけど、たくさんの国民の皆様が国民年金、少額の年金でどうしようということで、まあ、悩んでらっしゃる、その中で議員だけが先にやるのはいかがなものかということが最大の我々のポイントなんです。だから例えばこの一番上にある大阪維新の会茨城市議団ってね、これ私の地元の市会議員の皆さんです。お名前もね書いてますが、彼らは自分たちが提出者となって、このちょっとアンダーライン引いてあるところ、彼女らはですね、同志の仲間はですね、年金制度だけを先行させることは、議員だけを特別扱いする議員特権復活と言われても仕方がない、むしろ、まあ、選挙制度とかいろんなことを検討した方がいいよというものを可決をしてます。総務省にも届いていると思います。で、これはすごい大事なことでね、例えば、議員なり手のない、例えば、軍部の、村とかで議員がいないんだったらね、よくふるさと納税ってあるじゃないですか。ふるさと納税じゃなくてね、ふるさと議員って作ったらいいんですよ。私どもの松井代表、大阪府知事がよく記者会見で提案しているのは、要はもう村の議会は例えば週末議会にして、あるいは夜間議会にして、働いてる人、あるいは都会に出ちゃってる人でも、ふるさとの行政を全うにするためには働きたいっていう人がいるんだけど、今できないですよ、居住要件があるから。市長さんには居住要件ないんだけど、議員さんにはあるんですよ。あ、まあいいや、ね、だから、まあ、そんないろんな制度改革をしようねっていうことが、これ、茨城市議会で可決されてますが、こういうのを可決されているのは、私の地元の茨城市議会だけであります。日本中の1000以上の地方議会が、この強制年金、厚生年金加入に賛成という意見書を出します。全国で1700の地方公共団体がありますが、そのうちの1000以上の地方議員の方が作ってくれと言ってるんですね。これなぜ地方議員の方がこの地方議員年金作ってくれと言ってるか分かります？給料に換算すると毎月10万円アップに相当するお金が入ってくるんですよ。よくみんなね、議員報酬って言ってますが、この厚生年金に加入すると地方議員の給料は市によっては10万円アップします。それぐらいの税金が市税、府税、国税から政治家に回るというのが、この地方議員年金の復活なんです。それは戦友交絡を掲げる日本維新の会、大阪維新の会としては認められないということで、府議団がこの次ですけれども、厚生年金加入に断固反対する、厚生年金加入については断固反対するという決議、意見書案を出しましたが、自民党に反対をされて、大阪の自民党ですよ、反対をされて実現、成立をしませんでした。代わりに成立したのはその下ですよ、これ、ちょっと総理もこれ、ぜひ見てください、総理、これ、自民党大阪府連の官房長官もぜひ見てください、
自民党大阪府連の大阪府議団はね、こういうのを作ったんですよ。同じ時期にですよ。特権的な地方議会議員制度、年金制度には断固反対する。中身見てください。かつての議員年金、かつての議員年金の復活は反対する。でもかつての議員年金なんて今議論されてますか？されてません。今されているのは厚生年金加入なんです。大阪の自民党っているかな。大阪の自民党っていうのはこういうことをやるんです。わかりますか？意味のないでね。我々維新の会はこれに反対をしました。我々維新の会はこれに反対しました。当たり前ですよ。こんなおためごかしの、共産党もびっくりの、この有権者騙しの、有権者騙しのこういう意見書を提出して、まあ、公明党さんとかもなんか賛成したらしいですけど、見識を疑いますが、これをね、で彼らの言ってることが恐ろしいですよ。これに反対した維新の会を取り上げて、維新の僕たちは反対してるのに、大阪維新の会はその反対意見書に反対してるんだって言って、大阪府民に維新が悪いって言ってプロパガンダでやってるんですよ。ひどい政治集団ですよ。もう私はね、もう大阪の自民党っていうのはね、やってることは共産党以下だって。これ見てくださいよ。これ奥村さん、悪い、こうおかしいでしょ。でね、総理、こういう意見書を出しているのは全国広しといえども大阪府議会の自民党だけね。これなんか質問用意してたかな。あ、総務大臣、ちょっとご感想。野田総務大臣。まあ、全国地方自治体、とりわけそういう人口減少とか高齢化のところでは、なり手不足が深刻だということは私も承知してますし、実際にそういうお話を伺って、総務省の中でもその今後のあるべき議会、地方議会をどうするべきかっていう、まあ、勉強会を立ち上げているところです。ただその今の話もなり手を作る一つの考え方かもしれませんが、例えば女性がほとんど地方議会ではなっていないこととか、また兼業についての議論とか、さまざまな総合的に判断して、まあ、委員の皆様方に結論出していただければいいんじゃないかと思います。以上、もう時間ですので、総理官房長官にですね、また大阪自民党ご指導いただくようお願いして質問あります。ありがとうございます。終わりにあたり足立区に委員長として申し上げます。足立君、自由闊達に意見をおっしゃること多い結構でありますが、口頭である他党表中傷しかねない発言については十分注意していただきたいと思います。はい、注意しますが事実ですのでよろしくお願いします。